NHK ラジオ国際放送で尖閣は中国の領土と発言をした、中国人スタッフについての現代ビジネスの記事を紹介したいと思います。参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。ちょっと今回紹介したいのはですね、この記事なんですね。現代ビジネス。はい、トヨタにユニクロ、内閣府や警察庁の仕事も、尖閣諸島は中国の領土、慰安婦を忘れるな、不適切発言を連発した、NHK 中国人スタッフのやばすぎる経歴という記事でございます。でですね、まあ、記事で紹介されているですね、警視っていうのがね、まあ、いるんですね。で、ちょっと2ページ目のところにですね、このプロフィールとして、その仕事したですね、下とかで仕事したところが書いてあるんですよね。で、ここですね。はい。ちょっとここ、NHK ラジオジャパン、テレビで中国語などがまああるんですけれど、これをですね、そのまま、Google 検索するんです。はい。まあ、右クリックするとね、できるので、Google 検索を、まあ、してみるということですね。ちょっとすいません。私の、パソコン結構メモリが限界来てるので、少し遅いんですよね。はい。で、今出てきたのが Yahoo ニュースとですね、あと現代ビジネス、まあ、いずれも同じ記事なんですけれど、その下にですね、まあ、出てくるのが、まあ、ある特定の人物なんですよね。この特定の人物が、このね、今回の、まあ、人物なのかどうかっていうのは、ちょっとわからないですけれど、まあ、でも、ある特定の人物がヒットするというのがですね、ちょっと気になるところではあります。で、ちょっと朝日新聞の記事をさっき紹介しますね。この人ね、帰国したんじゃないかっていう、まあ、記事なんですね。まあ、かいつまんで言うとですね、中国の SNS、ウェイボーにですね、この人と思われるですね、アカウントがですね、無事帰りましたみたいなですね、ことを、まあ、書いている。まあそういう記事になります。ちょっとウェイボーのスクリーンショットの画面とか、まあ出てるので、ちょっと見てみましょうか。これ、朝日新聞が一応出してるところは紹介しても、まあいいんじゃないかなとは思うんですけれど、まあ名前、アカウント名は一応書いて、これアカウント名なのかな？ちょっとすいません。私もウェイボーってね、もちろん使ったことないので、まあもちろんっていうことではないのかもしれませんけれど、ということで、とりあえず、朝日新聞は、まあね、この人が帰ったんじゃないかということをですね、まあ紹介しているわけでございます。で、ちょっと先ほどのですね、現代ビジネスの記事をですね、まあ改めて、まあちょっと、はしょりながら紹介させてもらおうと思います。まあ、ちょっと、ことの発端もですね、まあ、紹介されてますので、もうついでに読み上げていきたいと思います。まあ、タイトルはですね、やばすぎる経歴で、奥窪優希さんというフリーライターの方が書かれた、記事になります。はい。まあ、この方のね、電話番号をね、仕入れて電話したり、家まで行ったりね、されてます。まあ、家にも、ピンポンしたけどいなかったとか、そういうことは書かれてますね。はい。ということで、20秒以上にわたって不適切発言を連発。チョンギョ島と付属の島は古来から中国の領土である。8月19日13時過ぎ、日本の公共の電波で突如そんな宣言が発せられた。NHK のラジオ国際放送の中国語のニュースで、靖国神社の落書きに事件について原稿を読み上げていた男性スタッフが、軍国主義死ねなどの抗議の言葉が書かれていたという、原稿にはない文言を勝手に加えて発言。そして冒頭のように尖閣諸島が中国の領土であると主張した上、NHK の歴史修正主義宣伝とプロフェッショナルではない業務に抗議すると批判したのだ。ちょっとね、記事外れますけど、これをですね、公共放送で言ってしまったことで、まあ中国は多分これ記録に残していると思いますね。データとして蓄積していると思いますね。はい。ちょっととんでもないことなんで、NHK にはですね、訂正放送はね、してもらわないといけないなと思います。はい。で、ちょっと記事に戻りますね。さらにこの男性スタッフは英語でも南京大虐殺を忘れるな、慰安婦を忘れるな、彼女は戦時の性奴隷だった731部隊を忘れるなと語るなど、20秒以上にわたって原稿にはない発言を繰り返した。で、まあ、ちなみに慰安婦についてはですね、まあ、吉田政治という人が、まあ、でっち上げを、まあ、したっていうのがあるんですけれど、とにかく強制連行っていうのはもう完全にでっち上げ。まあ、慰安婦がいたっていうのはね、まあ、
そうなのかもしれません。ただ、強制連行は完全にでっち上げということでございます。はい、記事戻ります。NHK によると、これらの発言を行ったのは、2002年から外部スタッフとして契約していた中国籍の男性。同局は、男性との契約を8月21日付で解除し、損害賠償請求や刑事告訴を検討しているということで、ここで2ページ目に移ります。で、2ページ目にですね、この人が、の経歴が、出てくるわけですね。NHK のですね、番組いくつかですね、ナレーションしていたとか、出演していたとかいうの、これ先ほどね、お話した通りです。それ以外にもですね、官公庁、あと結構大きな企業ですね、トヨタとか、トヨタ自動車、ソニー、パナソニック、東芝、京セラ、ユニクロ、資生堂、ニコンと、日本の大手会社、内閣府経済産業省、警察庁等官庁の中国語、VP ナレーション実績など、いうことであります。この記事ね、4ページで出てきてるんですけれど、最終ページに行きますとですね、中国共産党の命令かと、ケイ氏は中国への愛国心から突如として NHK で不適切発言を行ったのだろうが、しかしケイ氏の仕事仲間はこう首をかしげる。確かに彼は中国への愛国心を相応に持っていたと思います。しかし責任が強く、自らの思想信条や一時の名誉のために職場に迷惑をかけるようなことはしない、絶対にしないタイプです。実際これまでに問題を起こすようなことはしたことがありませんでした。そもそも不規則発言をするような人物は、中国メディアも、企業も起用するのを敬遠するので、今後のキャリアにも悪影響を及ぼす。なぜあんな発言をしたのか、理解できません。一方でこんな憶測も出ている。誰かに命令され、それを断ることができない事情があったとすれば、合点がいきます。彼が特約記者を務めていたフェニックステレビでは、表向きは民間企業ということになっていますが、中国共産党の影響を受けているとも言われています。それだけに彼が工作活動に利用された可能性も否定できません。現段階では陰謀論に尽きないが、確かにフェニックステレビには日本国内でこんな疑惑を報じられた過去もある。2007年9月1日付の産経新聞によると、海上自衛隊横須賀地方総監部を訪問した中国国防大臣の取材に同行して同局クルーが、撮影を禁じられている海自の潜水艦や米海軍のイージス艦を隠し撮りしていたことが発覚。防衛省は同局への文書による正式抗議も検討していたという、正式抗議 検討ということなので、本当に抗議したのかっていうのは、ちょっとね、尋ねてみたいですね、防衛省の方には。はい。ちょっと記事戻りますけど、事情を聞くべく警視の携帯に連絡をしたが、電話には出ず。また、都内にある自宅も訪れたが、インターフォンを押しても応答はなかった。前代未聞の NHK ジャック事件の裏に何があったのか、動機の解明が待たれる。で、ちょっと、この後の記事が追加されたっぽいですね。はい。なお、本記事公開後、フェニックステレビから、概ね以下のような内容の抗議が届いた。まず、ケイ氏とフェニックステレビの関係について、ご指摘の方、ケイ氏は、弊社、東京支局の社員ではなく、NHK の出来事は、弊社とは一切関わりがありません。ケイ氏には臨時的な仕事を依頼しておりました。現在、この方は、弊社と業務委託の関係ではありません。続いて、フェニックステレビと中国共産党の関係について、弊社東京支局は中国共産党とは全く関係がありませんので、工作活動に利用するということはありえません。憶測で書かれた記事、内容は妄想であり、事実無根です。そして、フェニックステレビのクルーが海自の潜水艦を隠し撮りしたという報道について、弊社東京支局のスタッフが海自の潜水艦や米海軍のイージス艦を隠し撮りしていたという事実はありません。中略。産経の記事には、防衛省は文書による正式抗議も検討していると書かれていましたが、弊社は防衛省自衛隊から何の抗議、警告も受けておりません。弊社は当時悪意のある報道を行った産経新聞に対し、厳重な抗議と訂正申し入れをしました。防衛省は抗議してないんですかね、このを見るとですね。はい。ただね、このフェニックステレビもですね、産経新聞を裁判で訴えたりはしていないみたいですかね。はい。とりあえず、こういう記事が、あると、いうことでございます。今回はですね、現代ビジネスの記事、そして朝日新聞の記事を紹介させてもらいました。現代ビジネスの方はですね、プロフィールのね、に書かれていた、ですね、番組名一覧のところまとめて、そこを Google 検索すると、はい、ある特定の人物が出てきます。で、ちょっと言い忘れてましたけど、イニシャル K 氏、
で、現代ビジネスの記事名ではね、記事の中では K 氏ってね、出てたんですけど、アルファベットの K 氏なんですけど、一応、それとも合致しますね。出てくる、ヒットする名前は。まあ、ただ、あるページが出て、あるんだけど、そこのリンクをするとで、リンクをクリックするとですね、404 not found っていうのが、まあ、出てきます。なんか消されたっぽいですね。はい。もしかすると、この動画をね、見ている人がですね、同じことをしても、ちょっと見れないのかもしれません。はい。まあ、ちょっとそこだけは、お断り、しておきます。Google の画面には、とりあえず、それらしき名前は出てきます。はい。ただ、その、クリックすると、中のページは消されていると。404 not found になるという状態ですかね。というわけで、今日の内容、面白い、興味深いと思ったら、ぜひ、高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、共有ボタンで、拡散の方、よろしくお願いします。はい、NHK に受信料を払わない国民を増やすことで、NHK をぶっ壊す。はい、どうも、ありがとうございました。いやー、もう NHK 中国に乗っ取られてるんでしょうね。もうありえないですよね。で、これに対して NHK は不適切な放送だっていうわけですよ。不適切ちゃうやろって、間違ってんねやろって。不適切っていうのはなんか好ましくないとか、そういう意味でしょ。明らかに間違ってるわけですよね。その尖閣諸島っていうのは日本の領土だから、それを中国の領土だ、それが不適切な表現、そんな考え持ってるから、そんな中国人に言うようにやられるんでしょう。でも直ちにこんなの刑事告訴しろよ。思いっきり業務妨害でしょ。ミスじゃないんだから、もう完全に意図的にやってるんだからね。で、まあ、だからそんな NHK にお金を払わないのが正しいんですよ。このポスターを貼ってですね、東京都知事選挙戦いましたけども、こんなのもうこれからも言い続けますよ。で、文句があるんだったら僕のこのね、LINE に文句言ってきてください。 NHK に受信料を支払う人はバカだと思いますと。